当てていいよ。下はまずはスープから飲んでもらおうかな。スープはムール貝とうずらのスープです。ちょっと待ってください。頭食べさせていただきますよ。今日はこのテーブルで食べます。おいしい。ちょっと熱い？熱くないか。うわ、びちゃびちゃ飛ぶね、アトム。うお、やだなやだな。貝の匂いがすごいからな。まあいいか、あんま飛ばさないように飲んでください。これは一品目ですね。卵が割れてスープがきれいになるっていう仕組みだったんだけど、うまくいったね、アトム。これあとね、貝殻を食べちゃいけないからね。で、このムール貝は関節にすごくいいって言われていて、大型犬は特にあげていくといいと思います。2皿目はヒラメとパプリカにブルーベリーの乾燥したやつをかけていってよ。はい、どうぞベッド持って、あとベッド行ってください。はい、そうです。これは美味しいんじゃないかな。まあまあ自信作です。うん、美味しいね。よかった。これブルーベリーのソースがついてて美味しいよ。あ、落ちちゃったね。ごめんごめん。ブルーベリーソース付きです。なかなか美味しい。ヒラメっていう魚だよ、と。ヒラメ。ヒラメ。パプリカ食べますか、ちゃんと。お、食べたね。偉い偉い。偉い偉いよ、トム。野菜も食べれる。すごい。偉い偉い。偉いアトム。うん。これはサーモンオイルで炒めたので、多分味がちゃんとするのかな。って言ってたら、これは残したので、後でご飯に混ぜます。で、これがアトム今日のメインです。すごいメインには食らいついてます。メインは宮崎牛のなんだろう、おしゃれ風ソースがけをしたんですがダメでした。で、アトムはやっぱりこの肉っていうことに関してはすごく、あ、全部一気に食べたよアトム全部一気に食べたよ。すごいね、アトムくんは。はい、美味しいでしょ。ソースもかけました。おいしい。あー、美味しいね。よかった。もうちゃんと食べてください。これアトム、これ残しちゃダメだよ。はい、偉い。偉かった。ちょっと待って、ちょっと。はい、最後はデザートだよ、アトム。デザートは上は桃、山梨県産桃、下の方は宮崎県産のライチをヨーグルトに乗っけてよ、アトム。どうぞ。両方ともアトム、旬のフルーツだから体にいいんだよ、旬のものを食べると。美味しいね、旬のものを食べます。そしてね、アトムは食べる方がすごく
上品に食べます。美味しい。よかったよかったと思う。一回じゃあ乗ってください。あともう一回乗って。デザートでデザートな。あとこっちのもいいね。だからこれはパパが分けてもらおうと思って取っといたやつなんですが、あとはとても美味しそうに食べていたのでこれも後に分けましょう。美味しいでしょ。ちゃんと食べますね。食べたかったけど、あとあげるね。よかったね。